皆さんこんにちは、秘密の花園に大抜き役で出演します田口智朗です。ですね、僕が、この、俳優のお仕事を、やるきっかけになったのがですね、1970年代に、見ました、唐十郎さんの率いる、上京劇場の、テント公演だったんですよね。それを見てもう本当にすごい世界だなと思って、心臓をわしづかみにされまして、自分も参加してみたいと思って、この世界に入ったという次第です。ですからですね、僕にとってのこの唐十郎作品というのはルーツであり自分の原点でもあるので、今回こういうチャンスをいただいて本当にラッキー、そして光栄なのでですね、もう懸命にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。演出家の、福原さんに関してはですね、僕が、2015年の、パルコプロデュースのイヤオーナシニっていう作品で、これはあの演出家は、川原正彦さんだったんですけれども、その作品の、脚本を担当してくださいまして、モチーフになったのが、面影ラッキーホールっていうロックバンドの、歌詞の世界なんですけれども、非常にですね、こう、歪んだ、まあダメ人間たちの、その仮想階級の人間たちの、宴というか、そういう人たちを、実に、辛辣に、ユーモラスに描いた作品だったんですけれども、その時の担当が、福原さんで、いやもうそれがもうすごくよくできた脚本だったんですよね。もう世界観を、唯一、崩すことなく、なおかつもうあのユーモアに溢れて、毒素たっぷりだった、作品だったので、非常にもう才能あり、そして信頼している脚本家なので、今回はあの演出してくれるということで、あの本当に楽しみにしてます。秘密の花園、ぜひですね、劇場まで足を運んで、演劇的事件をですね皆さんで目撃していただきたいと思います。お待ちしております。